浩平さん、竹丸山さんのイラストからよろしくお願いいたします。はい、すごいですね、よく似てますね、脇毛までよく似てますねでもあの本当に内村浩平選手素晴らしい選手だったと言えるんですけれども、これ私体操競技っていうのはもう大好きでして、なぜ大好きかっていうと、体操のあの塚原さんからすごいことを教えてもらって、スポーツの見方がガラリと変わったんですよね。これあの、いや、あの大隅さんに前話しましたっけ、話せなかったっけ、あの、いやすいません、いえ体操競技というのは人間の不可能に挑戦したことが一度もないらしいですね。要するに人間にできることを発見するんだと。だからあの一人がムーンサルト、月面宙返りをやるとみんなしますでしょ、で、ね、次々と。だからそれが体操らしいんですよ。だからあのムーンサルトなんていうのはぐるぐる回るのに、横回転をぐるぐる回るのを横回転にやるっていうことは90度違うわけですから、本当は力は伝わらないはずだけれど、頭をこうして腰をこうして足をこうしたら伝わるということを塚原さんが発見されたんですね。それ塚原さんに聞いた時に、ああスポーツっていうのは超人を生むもんではないんだなと。だからあのメッシのバイスクルショートシュートもあれ誰でもできることだというふうに私は思ったんですが、大隅さん賛成でしょうか。あ、そう、その通りだと思いますね。あ、そうですか。なんていうのかな、やっぱり人がやったことを真似するっていうのは結構スポーツの基本なんで、それ誰もやってないことっていうのは、まあ、本当にしないんですよね。やってからなるほどって分かるようなことがたくさんありますよね。あ、うん、誰が最初にやる人はいるんですよね、人間にできることをやってしまうという、うん、そうですね。はい、なるほどね。どんなことがサッカーでは起こりますかね。あのボールテクニックなんかしてもそうですね、フェイントなんかも、こう想像もつかないようなことをやって、そうすると誰々のフェイントみたいに名前がついて、すぐ子供たちがやるようになる。あー、なるほどね、うん、そういうもんですね。日本にセルジオエチゴが来た時そうでしたよね。あ、なるほど、うん、セルジオさんのあの左へパスすると見せて、実は同じ足の振り方で右へパスが出るという、そうですね、ああいうやり方ですね、はい、岩田先生、この人間にできることをやるのがスポーツだという考え方はどう思われますか。さっきお話聞いてて、すごいあの興味深いなって思ったのはですね、あのちょっと話ずれるかもしれないですけど、はい、漫画の世界で僕マネーも好きなんですけど、はい、新しいジャンルのこう漫画を開拓するとですね、必ず過去に手塚治虫さんがですね、はい、それは前にも手塚さんが書いてるよっていうふうに言われて、その手塚さんが書いたことのない漫画を開拓するってすごい大変らしいんですね。でこの間たまたま動画を見てたら、その、はい、まあ、メッシとかですね、そういうその最近の新しいサッカー選手がこう見せるですね、はい、そのスーパーテクニックとか、はい、新しい技とか、はい、そういうですね、あの過去に大抵ペレがやってたっていうペレがやったことがないことをあの後進の選手がやったっていうのは非常に稀らしくて、それを見てて、まあ、手塚治虫とペレってシンクロしてるなと、まあ、うわ、とんでもないことを考えてました。いやー、それ面白いですね。手塚治虫さんが、私あの NHK であの鳥獣戯画を真似て絵を描かれた時のもうそのうまさにびっくりしたことがあったんですけれども、大隅さん、はい、ペレは何でもやってましたですか。そうですね、本当に、まあ、ペレってあのこう想像もつかないプレーを何度も見せられましたけどね。はい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 、あ、やっぱりそういうもんか、なかなかやっぱり開拓者はいるんですね、誰か。そうですね。で次誰が出てきますかね。サッカーですか。サッカー、いや、だからないですね、野球はもう大谷翔平が出ましたからね。まあサッカー世界中でやってますから、アフリカから出るかアジアから出るかわからないですね。あ、そうですか、うん、まあ、あの人間にできることを誰が発見するか期待しましょう。最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオペエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。